私たちは世界で一番の声優になりたいのだ。最近買ってよかったものはホットアイマスク、加陽ひかるです。最近買ってよかったものはチョコパイアイス、清水りりかです。最近買ってよかったものはマンダムのハンドクリーム、高橋かなです。おー、うん、マンダム、マンダム、ちょっとマンダム気になっちゃった、ね、マンダム、私チョコパイアイスが気になったわ。うんうん、うん、チョコパイアイス、チョコパイアイスは去年の冬に発売された新作のアイスなんだけど、あんまりにも人気すぎてすぐなくなっちゃって、で今年また再度期間限定で発売されました。そんなに好きなの、チョコパイアイス？すっごい好き。美味しそうだよね。普通のチョコパイ、あるじゃないですか。そうそう、あのチョコパイ、そう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 、こうね、チョコが包んであるチョコパイがあるんだけど、それの中のクリームの部分がチョコレートアイスになってるの。へー、美味しそう。そう、すごい美味しくて、甘いもの食べたいって思った時におすすめだなって私は思ってます。確かに企業の広報の方みたいな。でも食べてみたいね。うん、ぜひぜひ。あったかいところでね、アイス食べたいな。暑いところ、部屋ガンガンに熱くしてアイス食べたい。あー、贅沢。お風呂とか。お風呂、お風呂かけちゃうよ。よし、よし、行こう。はい、じゃあさて、このコーナーは声優経験がまだまだ浅い私たち3人が世界で一番の声優を目指していろんなことに挑戦していくコーナーです。今回挑戦するのはこちら、こう見えて私〇〇声優です。イエーイ。アニメ、映画、歌、イベント、ラジオ、動画配信、今や声優の仕事も多種多彩。世界一になるためには自分のすべてをさらけ出すことが大切です。そこで今日は、実はあれが得意、実はあれが苦手という意外な一面を〇〇芸人ならぬ〇〇声優として発表していきます。はい、はい、例えばね、10月の配信でかなちゃんが韓国の映画、ホラー映画がね好きだってお話ししてくれたり、あとりりかちゃんがねハブティをたしなんでいたりとかありましたが、まあそうなるとね、かなちゃんは韓国映画大好き声優、りりかちゃんはおしゃれ気取りハーブティー声優になるわけですね。まあ私の場合はギターをうまく弾きたい声優かな。うん、なんだって、おしゃれ気取りハーブティー声優、どうですか、ご本人なんか二つ名ついたみたいで。肯定なんだ。うん、これから活用していきたいと思います。いいの、おしゃれ気取りっていいの、言われて。おしゃれ気取りハーブティーリリカでいきたいと思います。ご本人から承認いただいたから、ちょっともうこれ使ってこう。じゃあ、では今日はね、リスナーの皆さんに私たちをより深く知ってもらうために、3人がお互いに知らない特技や性格や秘密を〇〇声優という言葉で発表していきたいと思います。はい、はい。では、最初はりりかちゃんから発表してもらいましょう。はい。清水りりかちゃんは何声優ですか？こう見えて私は、6年間女子校だった声優です。おー。私、6年間も？長いね。そうなの。小学校卒業してから、女子校に入って、中学の3年間、高校の3年間がずっと女子校だったんですよ。結構市内では有名な女子校。あ、そうなんだ。女子校市内に2つしかないんだけど、そのうちの1つ。女子校ってさ、通ってたらお嬢様ばっかりだからさ、治安いいんだ、そしたら。ああ、ブンブンみたいなのはいなかった。ブンブン、オラオラって感じ。なんかさ、言葉遣いがさ、こうなんて言うんだろう、丁寧な人が多いの？あ、そんなことないよ。みんなすっごいガサツになってく。そういうこと言っていいの？女子校が。でもちょっと確かにね、とは思っちゃった。今の聞いたらね、ちょっとね、あれ確かに、っていうのあるかもしれない。他には？他に？女子校で、特徴？女子校ならではだね。女子校じゃなかったから。よく聞くさ、女子校あるあるとかって聞くと、体育祭で、
共学の女の子はそんなに盛り上がらないけど、うんうん、女子校の女子は、うん、ほら行くぞーみたいな感じになるみたいな。あれ出ちゃってる。女子校ってそんな感じなの？いや本当にもうそんな感じ。華やかなイメージだった。なんか男の子がいないから、あ結構みんな開放的で、うんうんうん、もうどんどん男っぽくっていうか、結構男勝りな子が増えてくし、へーかな。そんな感じですかね。ガサツな女の子。ちょっとイメージと全然。あ、いい点は今のところなんか、ちょっと、マイナスなイメージしかないんだけど。いい点はないの？いい点。やっぱでも、マナーを全般学べるっていうのもあるし。うん、それは強いね。そう。で、結構、女子だけだから、うん。こうなん、女の子だけの空間の立ち回り方とか。ああ。女の子だけの立ち回り方はだいぶ怖い話してる。聞いていいのかなでもそれもしかしてりりかちゃんやってたらどうしよう、私たちとの会話の中でどうしよう、ちょっと怖くなってきちゃった。知らない間にやっていたかもしれない。うちらが仲をね、和ませたいやー、仲悪くなることなんてないでしょ。ちょっとそこは、うん、分かんないけど、なんでそういうこと言うの。そんな感じですかね。そうなんだ、じゃあ、はい、清水りりかちゃんは、男勝り女子校6年間通ってました声優に決定でーす。おめでとう。おめでとう。感動。感動した。では続いてひかるちゃんに発表してもらいましょう。はい。かようひかるちゃんは何声優ですか？こう見えて私は形から入るタイプ声優です。ですですです。どういうこと？みんなさ、本ってどうやって読む？例えばだけど。え、こうでしょ？普通に本開いて読むんだけど、どこで読む？家とか。うん、家だね。家。ああ、私ね、うん、形から入りたいから、うん、ちょっとカフェ行って、ちゃんとこう、本開いて、うん、最初のページから読み始めるとか。うん、あと電車の中でも、うん、まあ、スマホいじっててもちょっと最近面白み感じないなって思い始めたら、ちょっと賢そうな格好をしつつ、うん、本を読むとか、うん。なんか、形から入らないと何事も集中できないんだよね。そう。だから、レポートとか作るときも、うん、無駄にメガネをかけて、うん、全然目悪くないから、どう入ってないんだけど、そう。メガネかけて、うん、ちょっとなんかできそうな格好をして、レポートするとか、うんうんうん、なんか、そうやってスイッチ入れないと何事もできなくて。ああ、そうなんだ。だから形から変えることが多いかな。ね、でもなんかね、なんとなくわかる気がする。私もその節がなんとなくあるような気もする。気持ちはわかる、うんうん。雰囲気とか大事にしちゃうかもしれない。そうなんだよね。ちょっとこれ失敗談があって、はい、形から入りすぎて、うん、時間がなくなるっていうことが最近多くて。うん、レポート締め切り間に合わないとか。ああ形に気合を入れちゃって。形に気合入れて、形から入ると、失敗もしてるなって、ちょっと最近は思うかも。じゃあ、ちょっとやめる？やめる？やめはできないかな。だってスイッチ入んなよ。やる気スイッチがやる気スイッチ、私ここにあった。見つけた？なるほどね、うん。なんかさ、今服装とかさ、場所とかだったけどさ、うん、なんか他にもある？ギターとか？あ、そう、ギターも、私、もうお家にね、お姉ちゃんがギターやってるから、うん、何台もギターあるんですよ、実は。うん、だけど、私始めるにしたら、絶対買ってからじゃないと、変わらない、やらないと思って。自分のマイギターをね。マイギターを買って、うんうんうん、気に入ったね。そう、だから、アコギって感じの、うん、こうもうテンション上がるギターを探しに行って、うん、で、それで結構探し回っちゃって。そう。気に入ったのをこう、どうしようかなと思って。うん、だけど、うん、大好きな一本に出会って、これにするって言って、うん、そう。それだから多分今長続きしてるんだと思う。ああ、なるほどね。そこにちゃんと時間をかけただけはあったんだね。うん、そうそう。機会があったね。そういう感じでした。はい。うん、ということで、かようひかるちゃんは、
形から入って失敗することもある声優で決定。決定しないでよ、それは。なんか失敗しないじゃん、だから。失敗談の方が私記憶に残っちゃって、あ、気をつけようって思っちゃった。反面教師みたいな。やめてよ、やらかしじゃないから。はい、じゃあ形から入る声優で、はい、はい、ありがとうございます。行きましょうか。はい、はい、ではじゃあ最後かなちゃん入ってもらいましょうか。はい、では高橋かなちゃんは何声優ですか？こう見えて私は匂い大好き声優です。なんで、うん、に匂い大好き声優です。すいません、すいません、ちょっと 勢いだけで言うことしちゃう。迫力が匂いが大好きなんですよ、ちょっと。あ、でもしかしながら臭いものはちょっと苦手なんですけれども、うん、いい匂いとか、うん、そうね、自然の香りとかが好きで、うんうん、まあ、特に人相手の香りでその人のことを覚えたりとか、あとは思い出とか、昔の記憶は匂いから思い出すことが結構多いです。あ、保育園の匂いだとか。エモ。本当に嬉しい。エモいって言われた。エモいってなんかちょっと嬉しい。そうなんだよね。匂いに敏感なんですよ。うん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 、だから、そう、なんかさっき喋ってたんだけど、そのスタジオ、うん、なんかこう、次私が入る、で、前リリカちゃんだったとかって時があった時は、うん、そのリリカちゃんの残りがで、あ、リリカちゃんいたんだなとか思って。それ悲鳴もね。いや、でも、残りがって、敏感な人じゃなくても、結構気になりませんか？そうでもない？あー、なるほどね。なんか最近さ、結構換気とかしちゃうからさ、うんうん、わかんなくならない？確かに。いや、でもね、いたよ、ちゃんとそこに。いたよ、ちゃんとそこに。いたよ、ちゃんとそこに。ちなみに、リリカちゃんと私はどんな匂いがするの？花ちゃんから。二人はね、まずいい匂いなんだけれども。大前提として。そう。なんかね、フォローしてもらっちゃった。リリカちゃんは高貴な香りがする。あ、高貴な香りがするんだ。でね、かよちゃんは可愛い香りがする。イメージ通りなんだよね、二人とも。ちゃんと高貴なんだ、私。ちなみにさ、うん、何？一条さんは？一条さんとはまだそこまでお近づきになったことがないから、あ、そんなに顔を覆ったことがないから、ちょっと今日近づいてみようか。怖いよ。パパとママに近づいてみようかな。あ、じゃあパパとママはまだなんだ。そう、まだわからないんだよね。そうなんだ。そう、だからちょっと楽しみ。ちょっと楽しみ。やだ、なんかどんどん変態みたいになるから、ちょっと誰かまとめて。誰かまとめて。はい、じゃあということで、高橋かなちゃんは、いはい、人の匂い嗅ぎまくり声優ということで決定でーす。変態じゃん。変態声優じゃないか、私。はい、ありがとうございます。ではでは、今後ね、これを武器に仕事が増えるかもしれない。本当に本当にください。それを信じて頑張っていきますので、はい、皆さんどうかよろしくお願いします。お願いします。ではでは、おしまいのお時間です。このコーナーは火曜ひかると清水りりかと高橋かながお送りしました。またねー。